本日はダイソーの方から販売されているアルコールストーブの紹介をしたいと思います。で、えー、ダイソーの方でアルコールストーブって2種類あって、今回紹介したいこの 40ml の方と、もう少し大型の、確か 80ml のものがあるんですけど、私自身はちょっと大型のものに関しては、メス、あのだい、えー、トランギアとか、あとエヴァニューとか使いたいんで、ちょっと小型の方が欲しいなと思ってこっち購入しました。はい。で、 大きさは、一応紹介すると、サイズは直径で6センチですね。で、高さが2.9センチですね。となっております。はい。で、容量は 40ml まで入りますよってところで。で、先ほど重さ測ったら、あの、13g くらいしかなかったんで、まあ、かなり軽量です。全然持ってる感じがしないですね。かなり軽いです。その代わり素材がアルミなんで、ちょっと、あれですね、あの、潰したりしたら、まあ変形しちゃうんじゃないかなっていう心配もあります。 で、一応蓋付きなんですけど、ここに、あの、シリコン製のものが入っちゃってるので、あのー、まあ、火を消す際はこれ使わないでくださいってところで、火消し用には使えないです。はい。じゃ正直何のためになるんだっていうことで、ちょっと、自分は持ってかないかもしれないですね。これだけでいいかなって思って。まあ、ゴミとか入っちゃわないように蓋するのはいいなんですけど、ちょっと、まあ、要検討で。はい。で、えっ、ー、と、ご得何にするかなって思っていて、いろいろ、 見てみたんですけど、二分は、これが合うんじゃないかなと思っていて。で、これあの、昔、ビーパルと、ショーズあ、ごめんなさい。小ズがコラボした際の、すいません、ちょっとめちゃめちゃ使ってるんで汚いんですけど、あの、ご得なんですけど、多分、これが、あの、固形燃料にちょうどジャストフィットするサイズなので、 この大きさだったら多分これが一番サイズが合うんじゃないかなと思っています。ちょっと組み立てちゃいますね。少々お待ちください。いはい。完成した状態がこんな感じです。で、こちらなんですが、まあウッドストーブとしても使えるので、こちらに一応俳優系もありますが、まあそうですね。ちょっとそんなに大きなサイズではないので、あの、まあ松ぼっくり入れたりとか、あの、あとは、そうですね。 まあ割り箸とか入れたりとかそういうレベルかなと思います。で、実際に入れてみると。うん、上からは入らないんですけど、あ、横はちょうどジャストですね。で、そうですね。ちょうど高さも良さそうなんで、多分この組み合わせが一番ジャストヒットなんじゃないかなと、個人的には思,思います。はい。じゃあ、すいません。 ちょっと、次回はこれ使った状態で紹介できればなと思っているんで、そういった動画を上げられるように頑張ります。はい、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。